こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。今日は3月11日だからね。そうですね、はい、あれから4年でございます。もう4年ってね、はい、本当、まあ、早いんだか、まだ4年前だのという気もしないでもないし、うん、まあね、うん、我々はまあ東京だからな、うん、要するにあの地震の時の、うんうん、あの結構な揺れはね、うん、あったけれども、うん、だけどその後はね、うんうん、やっぱり被災地の人たちから見ればさ、うん、もう雲泥の差だよ。なあ全然違うよ。本当に違うよな、うん、あまあでも本当あの揺れは忘れられないね。うん、昨日の夜もねご飯食べながら喋ってたけどもさ、うん、なんともこう気持ちの悪いっていうか、なんか嫌な感じの揺れでね、うん、こうガタンガタンってこう上下じゃなくてこうグワングワンみたいなね、うん、あれはなんか嫌だったね本当に。神戸もね、うん、あの割と近くであなたは生駒だったし、うんうん、あれやっぱりなんか直下型だったよ。確かに街がガタガタガタって鈴鹿に行って、うん、あれも震度5だったんだよ、うん、同じような、うん、ね東京と。それより大きかったかもしれないし、あの頃震度起こったらすごいことだったよね。そうだよ、うん、そんななかったもんな、うん、そんなにな、うん、だからその時と比べてもでもやっぱりこの311の方がなんか衝撃は大きいね。近いからかな、ね、津波のあの映像がね、あの津波はすごかったしね。神戸はまたあの火事のね映像とあの高速道路のこんな曲がりくねったあんな感じが、うん、やっぱ神戸の地震ってこうバーンと出てくるけど、うん、やっぱり東北のこの地震は津波だよね。そうだね。で原発があったからな、うん、だから20、30にこうね、うん、本当襲いかかってきたからね、うんうん、まだ地震だけだったらもっと復興できたと思うし。そうだな、まあ、津波もちょっとひどかったけどもなんとかなったかもしれないけど、やっぱり原発があったからね。なあ、うん、これもずっと先までな、先の先まで続くような話だからな、うんうん、まあだから本当ね、ホッピーの予言でね、あった、うんうん、あれに行って、そのねホッピーの予言岩絵を見せてもらって、あの長老さんにお話伺ってね、うんうん、で本当に日本中でこう地震が起こってくるよと、うんね、このままだったら本当に、それこそ日本沈没すらあり得るみたいなね、言われてたもんね、そんな話をね、うんうんうん、聞かされてきてね、うんうん、だから本当になんてああいう、 こう災害っていうのは一つの、まあ、人間からすればさ、うん、やっぱり気づきの大きなチャンスだと。そうだよね。なあもう本当になんていうの、ああいう多大な被害者、うん、何万人というさ、うん、こうね、うん、あの人の命をなくしてさ、うんうん、さて何に気づくのかっていうふうなことなんだよね。だからまあ、やっぱりなんかこう方向転換、うんうん、まあ、人間一人の人間で考えれば、例えばがんになるとかさ、うん、大きな病気になるとか、そうね、なんか事故に遭うとかさ、うん、まあそういったこととね、うん、同じようなことかもしれないしさ、うん、そういう中でじゃあどうするのって、そのままで、で今までのままで、うん、生きてればさ、うん、やっぱりまた同じようなことが起こってくるわけだからな。うん、でも喉元過ぎればって言葉があるけどもさ、その時はわーったらなんだけどね、過ぎてしまえばもう過去のことってみんななんかしてしまってるような気がするんだよね。まあ、そうだな、どうしても過去じゃないんだけどね、うんうん、どうしてもね、うんうん、だからこの3月11日だけ特別にさ、うん、なんか感じるんじゃなくて、やっぱり日々そうだよね、ね、うん、どういう意味があったんだろうなとかさ、うん、そういうことは必要なことだよな、うんうん、だから東京でもさ、もうあの後すごく余震が、うん、余震のなんとか緊急地震速報がさ、うん、ピー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 なってさ、うん、スーパーからは一斉にさ物がなくなってさ、そう、うん、びっくりだったね。あれをさ、あの時に一緒に体験したんだからさ、うん、もうちょい思い寄せてよねっていうのがあるよね、やっぱね、うんうん、だから一言じゃないからね、うん、まあ、あの時はああいう東北地方がね、うん、大変な被害だったと。だからもちろん本当に東京直下型っていうのもさ、うん、ね、言われてるわけだし、そう、うん、で東京じゃないけど、こういう他でもな、うん、中部だってそうだしさ、うん、これ四国でもまた地震も前あったからな、うん、で九州だってそうだし、うん、あちこちのね火山が噴火しだしてさ、うん、
で将軍までそんなまさかっていうのがあって、本当にじゃあもしかしたら富士山もってね、うん、それはありうるよね、うんうん、だから本当ねやっぱり、まあ、あの地震になった時はいろんな人がね、うん、あの助けっていうかね、うん、あのボランティアで行ってさ、うんうん、あの今でもやってる人もいるし ね、 ねいっぱいいるよ、本当に、ね、だから向こうで起業してね、うん、福島の人たちと一緒にこう何か、うん、あの地域をっていうことで、うん、わざわざ向こうに行ってこう起業している人とかさ、うん、そうだよね、そんな立派な方もたくさんいらっしゃる、まあ、本当にすごいと思うよ。だから、うん、そういう、まあ、あの時は絆って言葉がさ、うん、なんか一気にわーっと流行ったけどさ、うんうん、ね、本当にそういう、こう人と人とのつながりっていうのね、大事だよな、うん、だこの間ね、三幕の鈴木直樹さんがさ、うん、あの七つ風っていう集まりでね、うん、やっぱりリアルな場を作っていきたいって、うんうん、まあ、我々もね、あの小さいけれど、うん、この地域でねワクワクサロンをやって、うん、今度も、ね、うん、土曜日だけどさ、うん、それからスピリチュアルトーク&バーをやったり ね、 ね、まあ、実際にその人と人と顔を合わせて、うん、ね、まあ、お酒飲んだり食事しながらさ、うん、ワイワイやっていこうというさ、うん、まあ、そういう試みもやってるけど、うん、やっぱりそういう流れっていうのはさ、うん、やっぱあの地震、うん、ね、一つのきっかけとして、うん、生まれては来てると思うんだよね。そうだね、うん、こう面と面と合わせてってさ、そうそうそう、で人と人とつながっていこうって、うん、特にまあ地域の 大切さみたいなのがね、うんうん、あると思うんだよ、うんうん、だからまあ、 あの全くなんていうの、何も変わったわけじゃなくて、うん、変化はね、うん、本当にこうなんていうの、足元から起こってきてると思うね、じわじわとね、うん、でもそのじわじわがやっぱり今実際こう避難してる人がまたたくさんいるわけ、何十万人っているわけでね、まあ、うん、その人たちから見たらゆっくりというか、そうだな、まあ、もう多分、ね、いや、それはそうだと思う、うん、忘れられてんじゃないのとかさ、うん、思うじゃん。で、今なんか盛んに言われてるのがね、あの東京オリンピックの準備で、うん、東京の景気が良くなって、うん、もう一斉になんかこっちの方にシフトしてるみたいなね、 それやっぱり寂しさとかさ、うん、不安とかさ、うん、感じるよね、うんうん、まあそうだな、うんうん、まあ、だからそういう中でさて何ができるかっていうことでさ、うん、ね、まあ、一人一人ね、うんうん、まあ、やっぱりこう小さな動きでやっていくしかないよね、うん、そんな大きなことすぐには一人の力はできないからね、そうなのね、うんうんうん、だから自分が今できることをできるだけやっていくと、うん、いうことだな、うん、だから今ほら未来医療、この前ね、先週、うん、直樹さんのイベントが日曜日で、その前は土曜日は未来医療ってやってね、うん、確かになんか医療にも新しい動きというかさ、うん、変わってきたよなって、私たちがね、うん、いろいろ関わってきて、うん、来始めた25年前とはさ全然違うのは確かに違うんだけど、うん、でも最終的にはやっぱり私自分のスローガンだけど、一家に一人ヒーラーだと思うんだよね、うん、一家に誰かそういう人がいれば、うん、絶対変わるわけでしょ、うん、それは全部が変わるわけだよね、うん、だからコツコツ自分の足元、ちっちゃい単位、そうそう、国、うん、県、今度市だし、町だし、村だし、最後は自分家だよね、そうだね、だからさ、うん、本当に一人一人がね、うん、幸せになれば一番もうみんな幸せなんだから、そうだ ね、 ね、だから、うん、一人の場か、ね、うん、一人の場をね、うん、どうする高めていく、うん、うん、尾身先生よく言ってるけどね、うんうん、自分の場を高めること、うん、その場を高めればそれが家族にこう波及していくわけ、うん、で家族の場が高まる、うん、家族の場が高まると今度は地域の場が高まっていくという具合でさ、うん、うん、でも地域の場が高まれば、その影響で家族とか個人の場も高まっていくというふうなものが、なんかさ、なんちゅうの、手間かかりそうな気がするけどね、早いんじゃない、一番早い、実は早いと、うん、しか、あるいはそれしか方法は本当にないんじゃないかと、もしかしたらね、ひょっとしたら、うん、それはあるからね、な、うん、だからもちろんその政策とかさ、うん、大事だけどさ、うん、ね、それもまあ進めていってもらうに越したことないんだけど、うん、やっぱりその根底に個人個人が場をどう高めていくか、うんうん、あるよね、っていうことだな、うん、だみんながさ、自分というものをさ、最小の単位で考えた時に、自分が幸せになるためのなんか政策は何だろうと思って投票すればいいわけでしょ、うん、でしょ、うん、利益誘導型じゃなくて、例えば自分、うん、例えばお姉ちゃんが今保育所がなくて困ってるとかさ、うん、おじいちゃんが今困ってるとかさ、うん、自分が今困ってるとかさ、うん、そういうことを基準にしていけばいいわけでしょ、うん、いやでもそれだけじゃないんじゃね、やっぱでもまずさ、うん、それはさ、表明することが大事じゃん、うん、だってほとんどの人が行かないんだから投票に、まあそうだな、うん、うん、
そう、なんで今自分は困ってるから何を変えたいかってことをさ、うん、出すことをしなければ、まあ、気持ちをそのあれをな、意見をな、うん、抱え込んでちゃいけないんだよ、うん、やっぱり出さなきゃダメなんだよ、うん、流れとしては、エネルギーの流れとしては。でもね、まああれだけどやっぱしね、現代人ってみんな欲張りだからさ、うん、あれもこれもなんだよな、これがあればいいっていうことじゃなくて、もうこれもあれもっていうことになっていくしさ、うん、だからそれはやっぱり本当になんだろう、本当はなんだろうってことを考えなきゃいけない、うん、一人一人が本当の幸せって何なんだろうって、そういうこと、そういうこと、そういうことでしょ、うん、うん、そうなんだよ、うん、でまあね、あとね、諦めちゃいけないしな、そう、うん、諦めたことは終わるからねな、うん、よくなろうとしてんだけど、世の中はもちろん ね、世の中という全体を見るとね、だからそこにやっぱり自分たちも少しずつ力をこう、ね、うん、役に立っていかないと、だからこれでもか、うん、これでもかとね、思いながらもやっぱり前を向くっていうのが、うん、やっぱそれが人生なんだよね、そうなんだ、本当そう、うん、だそういうもんさ、うん、そう思った途端によくなるわけじゃないんだ、もちろんもちろんね、うん、じわじわと変わっていくと、 そ、ね、その本当に大きな大きなね、3月11日はそういうこうきっかけになった日だしさ、うん、うん、まあこれをね、やっぱり本当に教訓というかさ、うん、まあ、生かしていかないとな、自分のこととして考えられる優しさを持ち続けるってことが大事だ、そうだね、うん、はい、ということでどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。